前回の家族だ。ついに待望の福井駅建築。どうやら家族らはパート900までに完成させるようだ。そこで柱を建築して、さらには床張りまでやってみた。かなり形になったんだが、裏で家族ら頑張ったみたいだぞ。はい、どうもこんばんは。建築大好き家族らでございます。いやー、ちょっとね、もう頑張っちゃったから、もう本日はいや、薄くないよ。まあ、検証シリーズを、まあ、結果的にやろうとは思うんだけども、見る？よいしょー。ほら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 。これ、福井駅のホームに上がる時の階段とかを作ったんだけどさ、前ここら辺だけだったんだけど、ほら、ここ作って、あっちの方もね、今ちょこっと作ったところでございます。なんかね、見えてきたわ、これ、完全に。完全に形が見えてきた。いや、これ意外に早いかもしんないな。やっぱ基本は地味な作業になるからさ、こうして、まあ、60個あるよね。まあ、この60個も、もう比較的早くね、なくなっちゃうんだけどね。いくよ。まあ、ただこんだけで、多分60個なくなるよ、これ。うわぁ、こんなにいっぱい消費するの。まだちょこちょこと掘ったりしないといけないなぁ。あー、そういえばこんなコメント来てたんだけどさ。何これ、謎かけ？カズクラ以上に薄いものがあるのだろうか。いや、普段のカズクラは濃いからね。まあ、多分なんかの謎かけみたいなやつでしょう。もしね、なんかあるんだったら、ぜひコメント欄の方によろしくお願いします。どんな回答が来るんだろう。あ、っていうか久々にこのエリトラとか強化しようかな。裏クラしてたから結構ね、カボーティが、ね、溜まってきてると思うんだ、カボーティが。こっちの方までね、あっちの作業して反応してるかどうかなんだけど、あ、反応してるかも。結構あるやん、カボーティが。え、こっちの方には？こっちもまあまあある。まあまあカボーティがあるね、カボーティが。まあまあ交換いけるかもしんないね。あれ？ぼ？え？え、ちょっと待って。誰がこんなこと。え、発生した？いじずれで、え、どっちだよこれ。え、もういねえぞ、こんないいやつ。うっそー。うわー、これ、うわ、どうすればいいんだこれ。あ、修繕そうだ。前めっちゃ、修繕はあるんだけど、耐久がなあ、耐久3ある。あ、これ一応持ってこ。3修繕。あとあっちにこれがないのも不便だから、エリトラ用意して、ちょっとあっち行ってきますわ。これよいしょ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 。さあ、綺麗にカズクラ選手、おー汚いなこれ。よいしょ、よーし、壊した。ほいっと、ダイレクト。まあいいや、羽壊れないよな。よしよしよし、安全はチェックした。お、すっごい経験値来てるんだけど、これ。ねえねえ、前の残りがこれ。すごい。よし。うん、じゃあ、サクッといきますか。このエリトラも回復させたいからね。よし、とりあえず、こんで。よし、な、強化タイムいきましょう。まずは、耐久つけて、ほんで、修繕。カズトラ1号でしょう。カズトラ2号、カズトラ3号と。これも直してあげよう。多分すぐ直ると思う。やべえ、忘れた。よっしゃー、危ねえ。これ一番初期型だから、これカズトラ0号にしよう。あ、やべえ、壊れた。まあ、いっか。まあ、とりあえずこれで、まあ、しばらく分は大丈夫だな。よーし、完全回復だ。よし、あとは、濃い研究をしようじゃないか、もうこの後は。すごい、相変わらずすごいな、これ。羽装備してます。オッケー、牧場。飛びます。多分今の経験値、奈落落ちたんだよな。もったいな。さあ、ではですね。どこだ、入り口は。あった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 。はい、綺麗に入った。はい。ああ、よく寝た。いや、っていうかね、コンコンのやつどうかと思うんだけど。危ない危ない。ポイ捨てダメ絶対で。危ない。ちゃんと成仏システムもちゃんとあるんだからね、これ。成仏システム。ちゃんと拾っておかないと。よいしょ。みんなもポイ捨てはダメだよ。エリトラ預けて、早速検証しますか。というのがね、今回来たお便りが、こちらの方になりますね。いや、これちょっと長いな。まあ、ネザーでベッドが爆発する理由は、まあまあ、これはこれでいいとして、なんかね、ガーディアンが全滅した回があったんだよね。ちょっとこれがね、すごい気になって、再現できるのかどうか。ベッドで爆発したのが原因ってこの人は言ってるんですよ。もし、そんなことができたら、ちょっとね、
面白いことになるよね。めちゃめちゃ貯めて一気に倒してめっちゃ経験値もらうみたいな。というわけで本日はね、そちら試していきましょう。本当にできんのかな。まずはね、あっちの方で爆発させる前に、ガーディアンをちょっと貯めないといけないんですよ。ガーディアンね、今溜まるシステムになってないから、それもねちょっと復活させる、まあそういうことでございますね。あ、やぶー、はい、到着。あっちの方では着々とねいっぱい発生してんだけど、近づけねえわ、あれ。ではね、水張り、水張りするためにここにね、これ敷いたんだよな、確か。ちょっと頑張ってこれ敷いていきますわ。ほんで蓋もちょっと材料持ってこないといけないから、ちょっと待っててな。うわ、っていうかめっちゃ頑張ったなこれ。やっぱり駅な広いわ。ちょっと材料材料、いい角度いい角度、はい、来ます。あ、これ危ないやつ。びっくり、今引っかかびっくりした、光。あー、無駄に全露するとこやったわ今回。あっ、なー、やっぱこれだよな、簡単に壊せて。うん、今度 OK。 あー、危なかった。あー、だいぶ怖いな。戻ろう。さあ到着だよ。あとは一個置きでいいのかなこれ。多分これでね、シルクなしの高橋。おい、行った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 。あとは下のスライムをバチバチとしてあげればね、ほんで下まで一応水で浸かるような計算。ほんでここを閉じてあげればね、暗くなって発生するといった感じでございますね。よーし、今度 OK。 なあ、とはこの作業をねちょっと頑張っていきましょう。はぁ、とりあえず完成。あとは送り込むところの場所だな。まだポチポチはみんな落ちてないだろうから、あ、もう大丈夫だこれ。うん、いつでもウェルカムって感じになってんな。よし、オッケー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 。あ、来てらっしゃるわ。来てますわ。あ、いいねいいねいいね、ちゃんと送り込めてるみたいでございますね。ちょっとこちらの方でしばらく待ちますか。わ、いっぱい来てるわ。めっちゃ発生してるわ、あれ。すっごいことになってる。なんかまた前から重くなりそう。頼むから落ちないでね。あ、すごい。よし、もうこんなもう 2,30 体いっただろこれで。よし、もう行こう。あ、ベッドだな、ベッド。私が普段手にしていないベッドを手に入れないと。今回の検証のためだ。ベッド屋さんの方に到着。 OK 牧場。あ、やべえ、夜か、ちょうど。さあ、あっち行く前にね、身を清めていかないといけないから、閉まっててね。あ、待て待て待て。念には念をだな。一応寝ておこう。ここ危ない、危ないからな。一旦寝よう。うー、よく寝た。さあ、では検証開始。まあ、その前にちょっと、後片付けしとこう、ちゃんと。こういうのちゃんとやっとかないとね、ほんとくちゃくちゃになる。もう必要ないものいっぱいあるからね。いや、なんでもね、もう片付けが命ですよ、ほんと。こういう見えないとこで、まあ、普段やってるんですよ。別に今回時間稼ごうなんて思ってませんよ。いや、尺伸ばそうってしてるこんな皆さんの貴重な時間奪いません、カズグラ。ではね、いろいろ預けて。おっと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 、よし、一応混んでいいだろう。ヘルメットだけはつけさせてもらう。おっ、ちょ、待って、お前なんだよ。なんでお前がいいんだよ、こんなところに。こっち来てみよう、ほら。あ、こっち来てみよう。お前もあっちの世界に飛ばしてやる。どうなってる？えらいこと、えらいことになってるね。まあまあ、いや、もうここで一旦寝るわ、もう。待て。あ、嘘？ちょっと待てって、検証ならんやろって今のやつ。待て、ベッドで寝たいんだけど、ちゃんとみんな生きててね。爆発でガーディアン死ぬやつもいるかもしんないけど、爆発以外のやつも絶対行くから。大丈夫？待て。よし、ヘルメットだけは手に入れて。リスポンスよ。これ周り今ピューピュー言ってるでしょ。これも行く可能性があるみたい。ふぅ、ただいまー。いやー、検証はね、うまくいってるといいんだけどね。うんなら、修復用グッズいろいろ持ってこう。ハーフブロックだろう。ほんで私の、グッズも全部回収して、装備。さーてと、もしこれで倒すことができてたら、前経験値にもなってたような気すんだよな。よし、行ってみよう。もうピーピー聞こえない。ちょ、待て。今回の検証は？ちょ、待て。危ない。行くって。ちょ、待って、やめろって。ちょ、お前らやめろって。本当にやめて。お？待て。え、今回家族、ただ自爆しただけみたいになっちゃう。え？待って。
え、なんでこれお前全滅したの？え、ちょっと待って、お前ちょっと待ってって、お前ちょっと待ってって、まず俺のヘルメットから、まず俺のヘルメットからな、うん、まず俺のヘルメットからな、痛い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 、効果は抜群だ。ちょっと待って、ヘルメットは？待って、この裏にいる一体だけ、やっこしいなこれ。待て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 、なんでお前ここ迷い込んでんだよお前。駆除、危なかった村人。全然ピンピンしてんだけどお前ら。あれ、おヘルメットどこ？ヘルメット、ヘルメットないじゃねえかよ。今回何の回だよ。いやでもこれがカズクラか。これがカズクラか。前なんかのバグだったのこれ、ガーディアン全滅したのさ。でもヘルメットもなくないし、もうやだもう今回。はい、もう今度終わりますか。はい、とまあ本日はこんな感じで終わりたいなと思います。まあ謎の追求やってみたんですけども、こんな感じでございました。まあなんかなぜこの前ガーディアンが全滅したのかどうか、皆さん教えていただけると、知ってる方はね嬉しく思います。まあそれでは本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイ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 キン。